うち素目できる人めっちゃいるんだよなラッターさんわかんないけどラッターさん以外全員素目できんだよ少なくともラッターさんができたら5人あじゃあ5人じゃねえあれだおぼめはまああれだまあどっちにしろまあ置いといても相当マイルドなチームこれまともに練習してやんのはまあ7ヶ月ぶりぐらいですね なんかどっかにチームまとめみたいなのないのかなお、なんか作ってくれてる人いる。勝手に使わせてもらおう。ありがとうございます。若干見づらいな。ちょっと待って。こうだな。あんま変わらんな。ラッターさんってどっくらいバロやってんだろう。V スポ多いまあ、でもこの中で一番まともにバロしてんの V スポの人たちだね。<laughs> 一番,一番まともにバロしてそうな人たちトップ10集めたらほぼ V スポなんだ,だと思うんだけど <laughs> 8割ぐらいトップ8割ぐらい入りそうなんか今日全体的今回全体的に強いなどこが強いんだろうなまあ割とどっこいどっこいかどうかもどんくらいバロうまいのかとかわかんねえ人いるんだよな 4が強そうだな。クラッチ君のところが結構。まあでも、アカリン、フルパマジ苦手そうだからな。マジフルパ苦手そうだからな。ソロ級が生んだ化け物。4番手いやでも、4番手で、やっぱ破格なのは、おぼめんだな。こん中で。しかも、あの、 今回マップが、あれ俺さっきさ、めちゃくちゃさらっと言ったけど、今回マップとかって出てる俺めちゃくちゃさらっと言ったけど。あ、出てんだ。そう、マップが3マップしかないから、今回。オーボメンね。マジでいい、いい、うん、いいね。アイスボックスとかないしね。順番通りじゃない。あーでもこれ基本順番通りじゃないかな。多分ドラフト順だと思うよ。知らんけど。どこも大体その感じじゃない まあ知らんけども。でもなんか並び順考えていくと取った順っぽいけどまあ愛も変わらず知らんけど。ほらもうジャスさんとかだってもう何,何も分かってなさそうじゃん。誰が、誰がどのくらいのランクなのかだ。マジで何も知らなそう。マジで何も知らなそう。リーダー陣の中で一番知らなそう。何も。白チームに一人組織する。無理でしょ。今リーグ中だから。 開幕に俺とギアさんとローレンが消えたっていう話だけは聞いた。